で今日柳田との2つ目の盗塁でしたね。ショート左方向はファウルボールです。上林スタート、これはそらしている。さあそしてこれは一気にサードを蹴って帰ってくる、バックホームは完全にアウトになってしまった。渡辺ここでかいキャノン0点で抑えました。8回の裏行ってましたね、行ってましたね、反撃のソロホームランも放った福田。さあランナー飛び出して追い込まれて追い込まれて、ここシュートでランナーホームに帰ってくる、どうだ、送球それた、落としてきました、空振り三振、ゲームセット。大事なこの9連戦の初戦、首位攻防第1ラウンド、ホークス逆転勝ち8対6。さまであと1試合投げられなくはないんで、ここをどう持っていくかですよね。でも後半頑張ってもらわなきゃいけないとなると休んでもらった方がいいのかなという、はい、で夢の20勝到達するに